では引き続きね、今日もスーパーマリオベースボールやっていくか。はーい。まあいろいろね、試合とトイフィールドを終えたんで、今日はミニゲームかな。どれが面白い？これ未だに出てないや。面白いのは、花火や爽快。花火やるか。オッケー。これスラッカーをにした方がいいよ。クッパとか。え？じゃあチョロプーでいい。なんでやねん。じゃあモンテ族で行こうかな、私。まあこれホームラン競争なんで、来た球をホームラン打って点数稼ぐゲームです。オッケーオッケー。ただ速さに違いがある。これめっちゃ速いです。あ、そういうことね。ほぼほぼ無理ゲーってことね。これもまあまあ速いです。うわ、ジャストミートしてる。キノコは遅いっす。はんはん。で、これ何かわかんない。今のは？今の中ぐらいかな、フラワー。キノコ、フラワー、スターの順で速い。で、これ点数高いんで。おーおーおおすげえ。やったやった。これわかんないっす。え、ちょっと。早く自転車ビューティーやってる間に、来ちゃってたな。え？これ打ちてー。うわ、打った。え、だってさ、あれ、A ボタンで止めるのって自分だよね。いや、なんかこれ、よくわかんないんだよ。え、勝手に止まるの？勝手に止まる。あ、そうなんだ。うわー。これちなみに連続でホームラン打っていくと、どんどんコンボほら。あ、そういうことね。点数が高くなる。コンボ司令官。え？ちょっと、適当なボケやめてもらっていいかな。この戦いはまさに、ビーストウォーズだ。あれ？めちゃめちゃ滑ってる。うん。そんな雑なボケはね、ちょっとダメで。モンテ族、あ無理やって。珍しいよ、3つとも打てないって。ショックだよ。あぶね。あ、ファールやん。え、照明割れたでしょ、今絶対。よし。あ、でもコンボが切れちゃったよ。あ、ファールでもダメなんだ。うん。そりゃそうやろうな。そうなのね。客席入ったらこれ危なくね？てか。まあね、だって爆弾が飛んでくるし。うん。見逃し？これ絶対ストライクに来るから。見逃しって。よしよし、やっと打てたぜ。一回見るとかないんだよね。様子見ね。遅いで。よしよし。勝ったな。え？ほら。めっちゃ負けてるやん。うん。まあだってモンテ族だもん、無理だよ。意外と強いよ、モンテ族。そうだな。じゃあ、この技巧派なやつやる。じゃあ、トロップ使おう。かわいいな、チョロプ。どんなメンツ？これわかる？わかるよ。力加減ね。力加減ゲーね。まあ、要するにブロックたくさん連なってる中で、うん、なんか透明なやつ、あれのところで、ミスってるやん。で、ああいう風にやったらミスってことね。いいお手本ですね。これぐらい。やっちゃったー。これ一番前難しいんだよ。ひよったなー。これクッパいっちゃったんじゃない？ほら。あ、なんかにおってもらえてる。私これむずいな。え？うまい。そんなマックスでいいんだ。いや、マックスはもう一個ある。一段階。あ、そうなんだ。うん。これ難しい。2個だけってことね。あー、行き過ぎだね。ほら。
ええー、何してんの？ワッフーじゃないんだよ。え？やった、ありがとう。これむずいの一番前。うん。ああ、うまいやん、ゴリラ。ゴリラのワッフー。これ一番やりやすいやつやん。ええー、ミスってる。え？減ったよ、今。一番マックスってどうやってやんの？あの、タイミングよくやんなきゃ。あ、そういうことなんだ。うん。わし5点だ。どうしよう。一人だけ恥ずかしい、なんか。あ、ミスった。一人だけ人間じゃねえ。終わっちゃった。しかもゴリラが。なんで？ちょ、もう一回、もう一回。もう一回やろ。もう一回やろ、これは。今ので掴んだわ、傾向。掴んだ。3枚目ね。これぐらい。よし。あのクッパの板は割と走行が厚いんですよ、うん。あ、なるほどね。そうなんだ。じゃあ結構強めじゃないと割れないけど、うん。割れない。よし。あ、なるほどね。うわぁ。うん。みんなうまい。今回うまくね、みんな。うん。むずい。これぐらい。あ、いいね。よし！うわ、むずー、これ。あ、無理だな。あ、いった。え、ゴリラうま。どうしたんだよ、急に。いやいや。やっぱさ、2回目だからみんな圧倒的にね、成功を、はい、やったぜ。完璧じゃなかった、今。くっそーん。え！シュイーンって音がするから。あ、そうなの？一番早い時は。やばい、ゴリラじゃないこれ。ちょっと、え、やばいよ、これ、ゴリラじゃないまたじゃん。いや、そんなわけないやろ。え、またじゃん。やばい、二人じゃん。弱ー、うちだ。やめだ、やめだ。我々弱。何て言うことだ。めっちゃショックです。俺ら以外の二人って。うん、これやるじゃん。スターにしよう。俺は、うん。あの、卵が3色ぐらいに分かれてるから、その該当するあのパックンのところに投げるっていう。あ、これコントロールしてるんですか？そう。え？右に投げて左に投げてみる。あ、いや、思いっきり右にスティックを倒したら右に行くって感じ？そう。ああ、じゃあ、オッケーオッケー。緑は？紫色が出てくるから、え、緑はいないから B で捨てる。あ、捨てんのね。うん。爆弾と、あれは B で捨てる感じ。めっちゃむずい。これむずっ。めっちゃむずい。で、あの、間違えたら炎な撃ってくるのよ、あいつな。あ、なるほど。何でもあり。で、これは、下、スティック下で避けろ。あ、避けれんだ。うん、おいあいつなんやねんな。ルール説明むずいわ、これ。いや、だからあいつ何の恨みがあんの、私。めっちゃイラついてる。あの、爆弾投げてきたら、あの、しゃがめば避けれます。赤がいないんですけど。おらら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 、爆弾投げてる。もう腹立つから爆弾投げてる。いないでてる。え、いたでしょ。39点。弱くないか。え、負けてるやん、アナちゃんも。めちゃめちゃむずいな、これ。ちょ、もう一回やろう。やっと掴んだわ、傾向をね。わかった、ルール。ルールわかった。うん。しゃがむの大事だから。青。え、赤。青、緑、緑、青、青、赤、黄色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 、赤、緑、緑、黄色、青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 、邪魔ばっかしてもう。ちょっと待って。誰？俺に恨みある人。ピューンじゃないんだよな。それはね、めっちゃ気持ちわかるよ。
あ、間違えた。うわらら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 ダメだこれ、絶対勝てに。キャサ嫌われてるもん。だって悪い字だから嫌われてんだよ。もうちょっとなんか、好感度高いキャラにしたらいいんだよ。モンテ族？モンテ族とか、キノジーとかさ。みんな気使うでしょ、キノジーに。キノジーになんか、あの、爆弾投げるなんて。当てづらいわ。でしょ？一人だけ。ルイさんで。これ、バレルヒッター。タルーを、同じ色の樽は連鎖するから、あの、当てたらね。え、繋がってなくても連鎖する？よく隣同士になってなくても。隣同士上下じゃないとダメ。あ、じゃあ斜め下とかだったら連鎖しないんだ。うん。こういう感じです。うん。だから、この場合赤を打った方がいいですね。で、下打ちながら打つと上の方に、うまくね。下打ち、押しながら打つんだ。そう、打つと上の方に行く。で、うん、上を押しながら打つと下の方に打つんで。うん、で、さっきみたいにブルルルンって出てるやつは、うん、打つと全部樽壊れるから。あれは狙う。なるほどね、ゲージが溜まるのよ、こうやって。あ、打ったら出てくる。はんはん、ああ、なくなっ、あれ、一旦で逃すとなくなっちゃうんだ。そう。またゲージ溜めモードに入るから。え？打てなかった場合はどうしよう。打てない場合はどうすればいいの？これ一定やで、よ。速度一定やで。そん。打ってたぞ。よし。うまっ。あ、ボスってなっちゃった。まあまあ。2200点じゃん、俺、すご。え、私80点なのに？これ、いい感じに回ってくるよ、多分、ゲージが結構溜まってる。おし、これでチャンミカだから、ほら、あれを当てる。え、どうやって？チャンスだのに。だって打てないんだよ。なんで打てないの？あ、やっと打てた。いや、打てないよー。私、打つの下手だったんだ。あれ？なんか俺も打てなくなってきた。よしよし。ああ、これ、ルイージにチャンス与えちゃった。あと下手だから。ああ、よし、危ね。最後、ボム当てたいよね。最後ぐらい。チャンミカ。え？ボムっていうか、樽に当てたい。まあ、カラフル。これは、やりづらいね。いいよ。あ、いいよ、いいよ。うまくなってる。え？よし。え？やばい。え？もう。まあほら、やっと1位取れてよ。